ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークス。5回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはパワープロ。今日の第一打席はスイングアウト。投げた。第2球、2球目ストライク。さあ、2ストライクと追い込んだ。投げた。ボール。第4球を投げた。外れた。ボール。第5球投げた。打った。回、余裕があります。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番古賀。これが2度目のバッターボックス。投げました。投げました。打ちました。サード右への打球。野村、ボールをつかんだ。アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って、外崎。第1球ボール。第2球直球ストライク。タイミング合いません。投げました。打った。い当たりだ。取ってアウト。3アウトチェンジ。大山、三者凡退、無得点に抑えています。前半が終わりまして6対2です。ホークス完勝です。ご覧のようにホークスが勝ちました。さて、本日のヒーローは山川。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように8対2ホークス勝ちました。勝利投手は大山、敗戦投手は與座。ホークス今日はいい内容でした。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、ベルーナドームよりお伝えいたしました。